インターネットをご覧の皆様、こんにちは。おっさんですが、ヤングです。今日もネチケットに気をつけて頑張ります。キラリンと。さあ、ということで今日は麻雀をしようっていうことになってまして、そうそうそう、これ麻雀のためだけに来たはずやね。麻雀のついでです。いつもついでに。そうそうそう、あなたついで以外で来たことないよね。多分ない。わざわざね。全てついでですからね。そんな気がします。今日はもう末井明さんもグレート大筒さんも今、そうですよ、今か今かと麻雀の開催を待ちわびておられるんでね。申し訳ない。いや本当本当、ちょっとキャッチャーと取るもんとして、カリスマの人たちをね、うん、あのそうですよ、そうですよ、本当、もう大先輩の、ね、もうスペシャルトークでやることやってね、今日は、一応ポッカリサさんにお聞きしたいのは、まあ、スマスロ今どうなってんのっていうさ、もう絶賛準備中だからね。シークエンスチャンネルで やられてたじゃないですか、石川忍さんと。忍ちゃん見に行ってたの、はい、あれを撮った前の日かな、うん、4機種のうち3機種を実際に見に行ってたの、忍ちゃんが、うん、はいはいはい、はい、うん、それで忍ちゃんの感想を言ってて、どれどれ見たの、リノ以外みんな見たんじゃないかな。あ、ってことは、バルブレイブ、バキ、鏡、あ、見たんじゃない。なるほど。忍ちゃんがさすが現場視点やなって思ったのが、うん、メダルのデータ、うん、まあ、メダルはないんだけど、技術的にメダルのデータを、はいはいはい、そのユニットにこう送信するスピードがあって、これはもうユニットとか機械にもよるんかも分からへんけど、例えばパッとしたらヒュッじゃないらしいから、でそれは展示やからそうなんかもしらんけど、当然そのそこには全部があるわけでしょ、そのメダルから何から。当然トイレとか電話とかで離席するときにお客さん持っとかなあかんけど、持って出ないと抜かれたりするやん、悪いやつから。忍、ね、ちゃんってやっぱ現場視点なんで、はいはい、そういうトラブルが起きないように、うん、スタッフの人がちゃんとお客さんに口で説明するっていうよりは、例えばユニットのところにその説明書き貼るとか、うん、CR が始まった時もそういうことが多かったんだって。あーカード抜き去りね。ホール現場としてはそういうことをまず気ぃつけなあかんと。で、あといろいろあったのが、なんかね、下皿がそのまんまある。あ、そう、聞きました。だから、そう、下皿はある。スマスロに、最初の、いや、蓋みたいになってるのもあるよ。全部が下皿あったわけじゃないらしいんだけど、下皿があってもメダルは出てこないから、まあ、そこは本当、財布とかスマホとか置くんやけど、要は10年ぐらい前か、警察庁は業界に、ホール団体に置き引きに注意してくださいってずっと言ってて、財布とかスマホとか置きっぱにして取られるっていうのも結構あるから、まあ、その辺がホール現場視点だと対応ちゃんとしっかりして、うん、最初のみんな期待してるやつやからさ、こけないようにちゃんとやらなあかんなみたいな、まあ、昔と違ってカメラがさほとんど入ってるわけじゃない、普及の具合で言ったらカメラはもう監視カメラは普通に入ってるよ。だから多分泥棒の人もそんなにね、よっぽどのバカですよ、それ撮っていくのって。よっぽどバカがいるから、まあ、な毎年のようにお気に入りに注意して、よっぽどのバカがいるのがパチンコ屋さんですからね。そういうのも含めてユニット離席の時にちゃんと取ってくださいよとかっていうのも、はいはいはい、CR 導入機と同じぐらいにやらなあかんかなぐらいなことは言ってた、はいはいはい、うん、でね、まあバルブレイブも、バキもかなり一撃性はあるみたいな感じで、作り方なんかそんな印象があるよ ね、うん、だけど多分なんか鏡とかが一番なんか普通に楽しみながら打てるっぽいような感じも受けたんだけど、俺はなんかその表面上見るって、あとねその、うん、俺聞いた話はね、やっぱ有利区間の取り方が、うん、まあ自由になったわけじゃない、撤廃になったから、ゲーム数制限はないから、ね、そう、うん、だから鏡のシステムは1000枚出たら有利区間そこで切るんだって、まあ、それは鏡がそう作ってんならそうなんでしょう。そうだから前は今度は有利区間が終わるのを目指して打つようなゲーム性っていうか、まあ、これ 6.2 号機ぐらいからあるんやけど、うん、有利区間が終わった後すぐに始まって、うん、また新しくね、うんうんうん、でそれが続いてるように見せるような作り方っていうのが増えてきてたので、うんうんうん、そのノウハウを
あの、まあ、スマスロでも使おうかなっていう話かな、もうそれから。それなかなかやなと思って、その辺がやっぱ遊戯性だいぶ広がるんやろうなと思って、まあ、制限がなくなるからといってどういうふうに作るかは自由だから、うん、簡単に言ったら 6.5 号機でできることはスマスロでは全部できます、うんうん、だけど 6.5 号機からスマスロになったからといって 6.5 でできたことができませんってことはないから、はいはいはい、うん、だからそれは自由、より自由だもんね、うん、だからいよいよこれね発射されこれになったら約1回、もう2ヶ月切ってくる。初日とか大変なことになりますか？そうじゃない、ね、初日に開くところに何か業界人いっぱい行きそう。でそれはさ、とりあえず全国のホールとかさ、うん、だから、じゃあ15万台ぐらいでしょ今のところ。来年の3月そうそう3月まででスマートパチンコが出てくるまでに、うん、スマートパチンコ用のユニットとして納品できるのは10から15万台ぐらいじゃないかと言われているんだけど、うん、まあ需要がすげえ強いの分かったから、うんうんうん、もう無理して、いや各ユニット業者もうすでに無理してガンガン調達してて、うん、この数字は超えるな多分。あ、なるほど、15ってことはないなんだけど、うん、その機械遊戯機の方がまず4機種は7万台で多分あの、うん、止まるんで、うんうん、それよりも後の適合とか生産とかが追いつかないと一緒やからね。はい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 、まあ、だから11月12月で7万台っつったら、まあ、いや20万台ぐらいは行ってほしいな。なるほどね。だから、うん、今スロットがだいたい140万台ぐらいでしょ。でジャグラーとか花で40万台ぐらいあるから、いわゆる AT、ART 機に類するやつがマーケット100万台ぐらいあって、 それらの大部分が 6.5 じゃないのよ、うん、そうだよね。だからそれ 6.5 にめくられていってる中で今ね真っ最中だからね。同じようにスマスロにもなっている、はいはいはい、だからそうなってきてスマスロがね20万台とか いけばもう 40% ぐらいは 6.5 とスマスロぐらいになるぐらいになるとね、ホールの営業もすごい楽になるやろうけど、うん、ただあのやっぱり1機種で5万とか、まあ、10万は今ちょっと難しいかしらんけど、5万台ぐらいのすごいヒット機みたいなのがやっぱ欲しいやな、うん、5万台って今すごいもんね。だからちょうどそのパチスロの倍内ぐらい200万ちょっとぐらいかなパチンコって、うん、でそういう状況の中で2年前に源さん飯田店は1年かけてやけど10万台近く納品したの、うんうんうん、10万いってないぐらいだったと思うけど、それ考えたら5万台ぐらいはパスロあるから、ね、5万台ぐらいのスマスロ 6.5 でもいいけどねいうのが出てきて他にもあって全部で 20%、30% ぐらいがそうなるっていうのが理想っちゃ理想だけどね、うん、だけどメーカーで言ったらサミーで言ったら例えば北斗とかさユニバのゴッドとかって、まあ、絶対にあるはずだから、うん、絶対あるよ ね絶対にあるはずだからいつか出てくるよね、まあ、その辺がねどういう形で出てくるかなっていうのも楽しみ。まあそりゃダイトだって吉宗絶対あるやろ。そうそうそう、もちろんもちろん、まあ、まずは鏡だけどね、うん、でそれもだから番長にしなかったっていうのも意味があるのかもしれないし、鏡の 6号機スタートだからね、うん、そうそうそう、かなり売れたしね。だからあれも聞いた話はやっぱ番長ではなく鏡にしたっていう、その番長シリーズではございませんみたいな、なんか保険じゃないけど逃げ打ったわけじゃないけど、なんか本当の大勝負の時は番長出てくるはずだから、まあまあその辺も、まあ、注目っちゃ注目やけど、とにかくこの2ヶ月間は、うん、とにかくユニットだけじゃなくて、もうとにかくいろんなことで業者の人たちトラブルので、うん、だから言ってたじゃん、そのサーバーはあるユニットもある機械もあるけど設置業者がもうあの設置はできるんだけど、うん、いや設置じゃなくて接続とかの、そうそう、つなぐ業者だから、うんうん、その回転できない可能性もあるとか、何日間かね、うん、まあ、でサーバー自体も物が全然足りてないし、だわーってなるんじゃない最初あるよって言われてるところが1週間後にごめん無理って言われることもこういう時って業界レートで普通にあるんで、なるほどなるほど、特にその半導体が足りなくなったのが大体去年から、うん、で話をしてるわけ、うん、じゃ あの弊社は100台この機械、うん、分かりました、うん、で当然契約書を締結しました、うん、でも部材が足りへんからって台数を少なくさせられたりとか、うんうんうん、まあ、去年例えば春ぐらいに出す連休ぐらいに出すたガロが、うんうん、結構6月になったから、はいはいはい、であれも半導体って言われてたもんねおそらく半導体なんだろうけど、うん、言うてた日にちと違う延期になったじゃん。なったなった。でこういうのがもう今デフォだから、うん、夜桜超旋風だって2回延期になってるからね。いやだから今大丈夫って言ってるのが、うん、契約してから大丈夫、もう本当大丈夫、うち大丈夫ですって言ってるのが明日分かったもんじゃねえぞってなる可能性がこの2ヶ月あるわけで、うん、なるほどなるほど、これはね業者の連中もドッキドキだよ、うんうん、
まあでもね、あのガンガンそれでも無理してでも調達してユニットとかその納品していこうっていう業者の人たちの顔を見るとすっげえ忙しそうでドタバタしてるけど、うん、なんか目は輝いてるよ、うん、売上が久しぶり上がるから、ね、6.5 いけるってなってからやっぱ店の空気感変わったもんね。スロットの島のね、まあ、そういう意味じゃない。スマスロはだから 6.5 いいって分かってるから、さらにいいっていうのでやっぱ拍車かかったって部分は多分ある大きいと思うから。いやだからいろいろなメーカー、まあ、4機種今見せたりしててお願いしても見せてもらえるんやけど、うん、去年のエヴァ、パチンコのエヴァが出た時もそうやったんやけど、はいはいはい、年末の年末なんか年末のエヴァってほら、こう今もあるエヴァね、うん、こうやって67万円、ね、楽でなんかすごい筐体だ言うて、うん、お金使ってパチンコで初めて見てみたいよ、うん、だから俺ショールームとか行かへんかったの、フィールズとか行かへんかったの、うんうんうん、でスマスロもできればこんなエポックメイキングな業界の中にいる時に歴史の証人になれるでしょ、うん、だからやっぱねショールームとかじゃなくてできるだけ情報を、それはしのぶちゃんに任して、しのぶちゃんはほらあのそれは仕事やからね、仕事やし、うん、いろいろあの人はほらあのちゃんとやるから、うん、俺はあんま機械ちゃんとやれへんから、うん、だからそうね、パチンコ屋さんで初めて触ってみたいの。なるほど。だからいろんなこの機械はこうだね、データこうだね、ダンスももうだから細かいこと言うてくんなって思うんだよね。やりに行こうよ、うちのチャンネルも。いやもちろんですよ。でも9000命やで。ね。いやいや、あんたがいいんだよ。じゃ抽選命だから。知ってますよ、こっちも抽選が命なことぐらい。よかったっつってなんかこうやって見てるだけで打ちたいなーって、どうせ設定なんか入ってないわみたいな、ね、閉店前の30分とかでもどうせ誰もおらんくなる時間に収録のためだけに行きゃええじゃん。それでも触れるじゃん。ああそう ね最悪は。おお、何十年ぶりにこう秋台町せんといけんやん、もう回転プロの時みたいに、あっ開いたみたいななって。俺はそういうの嫌やけど、まあちょっといろいろ走り回ろうとは思いますよ、その導入が始まったら ね。あとはその11月21日に開店するとは限らないから、うん、12月入って開店ってお店も結構あるやろうから、まあ自分がどこに住んでるかでこれ見てる人もね、うん、これ YouTube だから、うん、ワールドワイドウェブでしょ。あ、そうです。世界中から見てるわけですよね。発信してます、はい、だから北海道から沖縄まで、うん、地域によって入り方違うでしょうから、うん、その自分の行動範囲の中で早いところをポツポツ、まあ、見回る。それこそ秋山くんみたいにこう結構歩く距離がまずスマスロ体験するまで増えそうな気がするのね。あれほら、いつも入るな、これぐらいの時間に麻雀のメンツもう一人言って電話したらしようかって言ったら、まだ歩いてるぞあいつって言ってた、ね、まあ歩かしとけばいいから、あれ万歩けつけたらえらいことなんでしょあの人、ね、あの1週間ぐらいはそういう風になるかもしれないな俺、ね、非常に楽しい、まあ、いいじゃん、歩幅大きくしてるんで健康にはね。一応看護なんてあれだよ、あのなんかジムかなんかで今日も歩幅大きくってなんかあの自分の歩いてのこのなんかランニングマシンみたいなやつで上げてたよ動画。友達やんじゃん。いやまさに。いや言いながらおばちゃんの汗じみ見に行ってるんですよ。本当の目的はそう。本当の目的は。体動かんかったらねできへんからね。最後一個聞きたいのあるんですけど、うんうん、しのぶちゃんって誰？ああ石川しのぶさんっていうね、ポッカ吉田さんのマブダチがおられるんですよ。そうそう、マブダチなんですよ。あのさ、うん、ヤングチャンネルでこうやるやん、キラリンって、うんうんうん、でこの間あのシークエンスチャンネルヤングさん見た、しのぶちゃんがスマスロ見てきましたって、うんうんうん、終わった後飯食ったので、うんうんうん、ほんならしのぶちゃんと高橋義武は毎回出てくれてるから、シークエンスチャンネルもっとこうしましょうって意見言うてくれるやけど、うんうん、飲みながら、うんうん、出だしに、なんか決め作ろうよ、うん、ヤングチャンネルのキラリンみたいにって言うから、あんたがああいうことするから俺言われたよ。な、考えたろうか。いや、いらんつーの。ポッカちゃんだよ、みたいなやつ。いやいや、なぜ CY みたいなやつ。いや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 、やろうや、やろうや。いや、だからキラリンとかさ、エレガンスとかそういう話でしょ。あなたたちに迷惑かけてるから、俺に。いや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 、でもまあそうなってんだからしょうがないじゃん、別に。いやいや、出囃子にしてはでも決まってるよね。も俺もついついやってまうもんかやって。俺ヤングチャンネル次出たらこれだけは言うとこ思ってた。もうそれシークエンスチャンネルを育てていくためですから。皆さん見てくださいね、シークエンスチャンネル。あ、そうですね。ありがとうございます。そう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 。しのぶちゃんって誰やっていう人はね、シークエンスチャンネルを見てください。さあ、いいやつですよ。ということでね、今回は麻雀のついでに、ポッカ吉田さんにおいでいただきまして。ノープランやから。うん。スマスロの話をちょこっと聞く回でございました。今回はこの辺でお別れでございます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。
今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。面白かったらいいねボタンもお願いします。社員一同の命運がかかっております。ぜひまた見てください。